長さん、とっても素敵な空間ですね。うん、ね、僕はね、前ここで映画見に行こうと思ったんだけど、ライブやってたからライブ見たんだよね。そうですか。ちょっとフォローしてフォローしてこのね、映画館の作りの中で素敵なライブを見たんですけど、そうそうそう、でサーフィン映画もやってたんだよね。あ、そうなんですか。そう、そんなわけでですね、今回は、夏に遊びに行きたい、海の特集ということで、逗子に遊びに来ています。そして今日はこの逗子海岸の近くにありますシネマアミーゴというとても素敵な、お店に来ています。そして、こちらの、シネマアミーゴ代表の長島健さんにお話を伺いたいと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ここって何年ぐらいやってるの？もうすぐ5年ですね。5年だ、はい、最初なんでこういうことやろうと思ったの？もともと僕がブルームーンという海の家の立ち上げから関わってたりとか、うん、まあ、その後それやってもない空間なんですけども、ちょっと関わってたりとかして、でやっぱそういう、まあ、人がいろんなクリエイターとかいろんな人が集える空間を作るっていうことに関してはすごい興味を持っていて、で 僕自身はもともとミュージシャンなので、まあ音楽活動をしながら、まあ、そういうことを同時並行でやってたんですけれども、なんか音楽とカフェみたいなところって結構いろいろもうあるじゃないですか、うん、でなんかその一文化はもうあるなと思って、でこの物件が空いた時にあーと思って、この物件なんかできるなと思いつつ、なんかまた音楽とカフェってところやっても大体音楽中心になると、こういう住宅街の中であったら近隣の苦情とかも出てくるし、うん、まあ、なんかいろいろあってうーんと思ってたら、映画館って発想が出てきたら、あ、このエリア映画館一軒もないし、やっぱそのカルチャーの発信できるような街で映画館ない、まあ大体あるじゃないですか、海外とかヨーロッパとか行くと、で僕はほんとイギリス住んでた頃とかは近くにチャプターっていうそういう映画館なんだけど、それ公営の映画館だったんですけど、映画館あって、で出たらもうそこにカフェもあって、で結構ライブもやってるような複合施設みたいなのが公営であったんですよ。でやっぱそこ行くといろんな人、なんか面白い人と出会えたりとかっていうところがあったので、あ、映画館だったらなんかちょっと今までと違う一つ情報発信もできるし、で映画って切り口だと流す作品によって、ま、巻き込んでいける人の種類も変わっていくから、今まで音楽でつながってた人たちからまたさらにこう幅広い人たちとつながっていけるなっていうところがあって、まあそう映画館。これどういう映画選んでるの？映画は、まあシネコンにかかるような作品やってもしょうがないし、まあ、そもそもそういう作品は引っ張ってこれないとかっていうのもあるので、まあなんとなくそのシネコンでかからないようなちょっといい娯楽作品と、あとちょっとサーフィンとか音楽とかのカルチャームービーと、あとまあドキュメンタリーで、まあ、ちょっと質のいいなと俺が判断したドキュメンタリーをなんかうまいバランスで混ぜていこうと思って。どういう映画が一番お客さんが注目されるのか、ここら辺だったな。やっぱりこの土地柄か、お母さんたちが見たがる映画は、今までヒットした作品っていうのは大体お母さんたちが見に来たりとか、女性、年配の女性の人たちが口コミでガッてくるような作品が一番ヒットしたやつでした。前やった天の雫って辰巳よし子さんのドキュメンタリーとかやった時はやっぱ結構、まあ、幅広い女性層がバーって来て、それはヒットしたのと、最近だと本当に世界の果ての通学路っていう世界各国の子どもたちの通学の、うん、なんかすごいアフリカで2時間を15キロ2時間で行くみたいな過程とかをこう描いたようなドキュメンタリーとかが、あれが実は今まで一番ヒットした作品で、それとかや、まあ、それはお母さんたちプラス家族で見に来れたっていう、うん、だそういう作品が一番、うん、だ当初はもうちょっとなんかカルチャー寄りのものがヒットするかなと思いきや、やっぱもう全然圧倒的にそういう作品の方が人は来て、こちらでは映画を見ながらそういうお食事だったりとか飲んだりとかっていうのはできるんですか？もちろんです。あ、うん、そうなんですね、うん、まあ、映画にワンドリンクまずついてて、はい、でまあ、それになんか追加料金でそれをドリンクアルコールに変更することもできるし、で、まあ、おつまみで
ランチタイム、朝の上映だけちょっと今フード用意してないんですけど、それ以外の時間は、だからあの3時の回はもうランチの、今ランチが日替わりでいろんなシェフがあのこう日替わりでやっていて、でそのシェフの料理が3時の回の上映までは食べてて、でその後5時半8時はあのもうちょっとおつまみ系中がちょこちょこあって、うん、あとはまあ大体カレーかパスタかなんかちょっとまあご飯に、まあ、ちょっともうちょっと軽食っぽい感じになりますね。ご飯としてはあとサーフフィルムフェスティバルとかもやっ、ちょこちょこ、ね、うん、でレードバックっていう配給会社が鎌倉にあって、そこがあの結構企画する感じでサーフフィルムフェスティバルちょこちょこやってます。ホームページもやってますよね。ホームページやってます。そこでは全部そのスケジュール載ってる、スケジュール載ってますね。でなんか見てちょっとなんか作り変えなきゃいけないのかもしれないけど、作品をクリックするとその上映のなんか期間とか出てるんですけど、パッと見て上映いつやってるのか分かんないんですよ、ね、左上の方にマンスリーあのかあのスケジュールって書いてあるマナーみたいなのがあるんですけど、それが背景だと思ってクリックしなくて、みんなそこで見るとカレンダー一覧になってるんですけど、なってますホームページってデザインだね、デザインの問題です、ね、ちょっと ねなんかこうあのちょっとそういうスケジュール分かりにくいらしいので、ちょっとクリックし、ちょっとクリックしてみてください。ホームページって遊んでくださいよって感じでね。そうですね、いろいろ見ないだけいろいろ押してみてねっていうあと定休日とかあるんでしょうか。定休日は特にないです。ただ、ちょっとイベントで貸し切りしたりとか、なんかちょっとか、うん、貸し切りイベントがたまに入ってるので、そういうのだけちょっとチェックしてもらえたら、ホームページでチェックしてください。クリックすればいいですか。わかりました。 Well, thank you very much. ありがとうございます。皆さんもぜひこの素敵な空間シネマアミゴに遊びに来てみてください。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。